皆様こんにちは。いつもリードめちゃハッピーチャンネルご覧いただきまして誠にありがとうございます。秋も深まってまいりました。肌寒い日が続いておりますが、花たちもいよいよ冬支度をしているようでございます。それでは稲森さんの言葉を読ませていただきます。感謝の気持ちを持つ。社内に人の輪がないとお客様に喜んでいただけるものは作れません。なぜなら製品にはそれを作る人の心が反映されているからです。ところが俺がといった利己的な考え方では社内に輪を作っていくことはできません。私たちが今日あること、そして存分に働けることは、お客様や取引先はもちろん、職場の仲間、家族といった周囲の多くの人々の支援があるからこそです。決して自分たちだけでここまで来られたわけではありません。このことを忘れず、常に周囲への感謝の気持ちを持ち、互いに信じ合える仲間となって仕事を進めていくことが大切です。この感謝ということは、あのいろいろな本を読みましたが、幸せになるにはすべてのいろんな本の中に感謝と笑顔が大切ですよということが書かれております。稲森和夫一日一言の中から、人生の大則、素晴らしい人生を送るための生き方も立派な業績を上げるための方法も決して複雑なわけではありません。成功を収めても謙虚さを忘れず、たることを知り、すべてのことに感謝し続けること、一方不運に出会ってもそれを素直に受け入れ、前向きな生き方を続けること、そのようにして素晴らしい人格を身につけるよう、常に心を整え、心を高める努力を生まず絶やまず重ねていきさえすればいいのです。坂村新民先生一日一言の中から、三学、一つ、いかに生きるかを学べ。二つ、いかに愛するかを学べ。三つ、いかに死するかを学べ。常岡一郎先生一日一言の中から、誠心誠意。調子が良すぎるということは誠心誠意が足りない。なんとなく上滑りの軽薄を連想される。しかし調子の良いということをやめる必要はない。調子の良さに負けないだけの責任感を強めることである。愛情と誠実を人に捧げることである。結果の良いことを願わず、誠心誠意を込めて何事もやれる人になることである。今日もめちゃハッピーでお過ごしくださいませ。